何してんのママ My sweet home Las Vegas。 やっほー皆さんこんにちは、アナクリスです。トカゲくんです。 In Las Vegas。 セッセッセッ。トカゲくんは初上陸、レイちゃんは2回目、私も2回目ですね。で、バーバも3回目。うわー、マウント取ってる。4回くらいだってマウント、すごいマウントでしたけども、まずですね、何をしに行きますか。ラスベガスと言ったらギャンブルねえ、小学校4年生は入室禁止です。退場させられます。ラスベガスってさ、ギャンブルでしょ。普通カジノの街ね。お金が増えるかもしれないし、減るかもしれない。そう、減る可能性の方が多いよね。はい、うん、ラッキーが来たら増えるんだからさ、ラッキーが。僕ね、あのキャンプのね、カジノでね、全幕した。うん、ほら、そういうことでしょ。そう、全負けした。そういうことなの。だから、とりあえずまず買い物させてくれない。お姉ちゃんさ、この旅本当に買い物してなくない。してない。してないよ。してるじゃん。してないよ。だからもう今日レイちゃんとさっきメイクしながらさ、もうそろそろ買い物させてくんないから、私本当にもう体中になんかジンマシンできそうなんだけどみたいな。もうそれぐらいもう体中がムズムズするわけよ。本当に早く買い物させてじゃないと、このかゆさは収まらない。ということで、今からドライブがてらアウトレットに行ったり、いろいろ今日はラスベガスを探索したいと思います。レッツゴー。はい、今向かっておりますけども、調べたらすんごい量のアウトレットがあるんです。3つ4つ、ノース、サウスって、まずね、北、南って分かれてて、しかもさ、金金金、マネーマネーマネーっていう町でしょ、こちら。もしかしたら私の町なのかもしれない。やっと私がここにたどり着いた人生で、また巡り会えたね、ラスベガスみたいな感じでさ。私といえばやっぱり爆買いじゃないですか。だからラスベガスに来てまず初日にすることは爆買いですね。すいませんね、トカゲくん付き合わせちゃって。だけど今日の朝ママはあなたに付き合いましたよね。何ですか。そうですね、お家にちょっとプールがあって、私の華麗なジャンピングトリプルアクセル見せたでしょ。あ、この声。そう、ジャンピングトリプルアクセルね、ゆずる選手みたいになってた。確かアイススケートで。そうですね、だけどアイススケートのアイスが溶けちゃって水になったみたいな感じ。私はしかもこれ暑いよね、ラスベガス。36度です、ラスベガス。ご覧ください、あさっては40度ですね、最高気温。恐ろしいね。でもなんかそう、街並みをこうやって今見てみるとさ、全然なんか LA と変わりはそこまでない感じだよね。レイちゃんはこちらのもうすごいじゃん、襟巻きトカゲスタイルの強盗犯じゃん、完全に。今からな、どこのアウトレット、ノース、サウス、サウスのプレミアムアウトレット in ラスベガスに行ってみたいと思います。見て、全部金の窓です。お金持ちになりそうな、私家建てたら絶対ああするね、窓。とりあえず私たちはあのアウトレットのはしごしてでもちょっとは買ったよね、トカエ君。トカエ君のクロックスのこのおかげジージに買ってもらってました。それでは皆さん、プレミアムクリスタルアウトレット、そっちにはハイブランドとかがあるみたいなんですよね。アウトレットではないみたいなんだけど。え、モール、モール。やばい、普通にアウトレット価格で期待してたらバカ高だったらどうしよう、普通に。ということで行きます。ほら、ハードロックカフェとかいろいろ。これ多分、あー、ターゲットありますよ。トカちゃんのターゲット。後で行きますか。行きましょうか。はい、ちゃんと行きましょうか。うわ、すげえ、ドルチェ&ガッパーナ、グッチ、グッチの主張が激しいよ。すごい、グッチ、ドルチェ&ガッパーナ。マイシティラスベガス。やばいね、ごちゃごちゃしすぎて、どうしたここの街って感じ。基本的に全部ネオンとゴールドと、なぜエッフェル塔があるのかが謎だし、この手前にパリスって書いてるからね。おかしいだろ、ここはパリスじゃないぞ。あとあれ、自由の女神もあった。そう、ということで私は速攻バレンシアガにたどり着き、バレンシアガで取り置きをしてもらい、またそこの店舗に向かっているっていう次第です。ラスベガスの日本のバレンシアガの店員さんに、中リサさんですかって言われたよね。ね、嬉しいね。すごい嬉しかった。 YouTube 見てますって言って、はい、
ということでラスベガス急に2日目です。夜のあれすごかったよね、噴水のとこ。トカヤ君は特に何か印象残ってましたか？あれがいた。何？バンブルビー。そう、マジ人間の腕が出てるバンブルビー、マジで。それでなんかあの頭かいてた。あのベラージオの前にいっぱいいたよね、うん、あれもいたで、イット。そう、イットからさ、マジトカヤくんがダッシュで逃げてんの。逃げてたの。怖かったでしょ、イット。はい、ジョーンズって言われるよ。誰？イット見たことないでしょ、うん、見てみようか。じゃあ今日イットにしよう。うわー、じいじ恒例のネットフリックスかけながら寝るやつね。マジでほとんど見てないの。子守歌。昨日はね、アウトレットに行ったら不完全燃焼だったんだよね。御殿場を知っちゃうとね。そう、私はやっぱ御殿場はもうトップだと思うのよ、うん、この世界の中で。本当に誇りに思った方がいいと思う。そりゃさ、観光バスがさ出るはずだよね。今からターゲットに行きます。まさかの LA でもターゲットに行って、なぜラスベガスでもターゲットに行くの？なぜならば竹海さんが歯磨き粉を欲しいからです。買う時間いっぱいあったでしょうが。もうポロッと忘れてた。トカゲカメラ中リーサ、ご覧ください。大収穫。バクじゃないけど値段はバクです。私たち少し違うものを買わされそうになりましたね。ちょっと危なかったんですよ。レイちゃんの一言がなかったら私普通に買ってたわ。私すっとぼけてました。私がちょっとレイちゃんとカナエさんがもう女の鋭い勘ですよ。さすが商売人ですよ、もう。いやー、よかった。そしてずっとキツネさんにお土産買わないと、お土産買わないと、もうあと何日かしかない、アメリカどうしようどうしようって言って、最終的にクロムハーツでとどめを刺して、あの買わせていただきました。本当はねウォレット欲しかったみたいなんですけども、ちょっとあのウォレットの方が本当に入荷がない。ニューヨークでもなかったんだからね、レイちゃん。ねニューヨークもあちこち行ったよ。あちこち行って、だから本当キツネさんのこと私さほったらかしてるって言うけど、意外と考えてお土産探し回ってあげてんだから、時間割いて。しかもクロムハーツなんか並んでまで行ったんだからね。私こちらの塔は何ですか？これがねストラトスフィアっていうアトラクションが、あのとっさきに打ち上げ花火のようにあの上げられるマシーンがついてる。あの周りをジェットコースターが回るのよ、はい、怖い怖いよ。椅子に座らされてボーンって行って下がって、ね、やだ、楽しそう楽しそう。レイちゃん一人で行ってきな。レイちゃんは大好きなんでね、そういうのが。ここはどこですか？これはフリーモントエクスペリエンス。フリーモントエクスペリエンスに来ました。すごいです。アーケード。私の家の壁紙これにしようか。キラキラにして LED 埋め込んでさ、 iPhone の、あのね待ち受けみたいに変えよう。うん、変えようか。うふふふふ、ちょっと帰ってきましたけども、こちらを皆さんにご紹介したいと思います。こちらのでっかいチョコレート、なんだっけこれ、タルト、タルトみたいなやつです。これがマジで死にそうに美味しいのよ。とんでもない美味しさだったよね。もうねひっくり返ったよね、マジで。ひっくり返った。でもニューヨークのお店なんだよね。カーマイ、マインズイタリアンレストラン、レストランみたいなやつです。ちょっとレイちゃんどうにか作ろう。ママが私が作るガトーショコラに似てるって言ってた、っていう感じの。もうゲロ甘なやつです。ゲロゲロ甘甘。はい、いただきます。食べましょう。いただきます。やばいぞ。うわ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 、ほら、あ、かなえさんも誘惑の。かなちゃん、うん、うーわ、なんだっけこれ。ちょっと一回さ調べるね。ガトーショコラだね。いや、ガトーショコラじゃないで。これはなんだって、ねっとりしてるもん。あのもたってした、うん、うわクソうまい。これ本当にひっくり返っちゃう。トルテだ。トルテか、チョコレートトルテ。ごめん、タルトじゃねえわ、トルテだ。うん、うん、泣いちゃう。イエーイ。もう今ラスベガスの空港に向かっていますけども、カナエさんが中リーサのやっぱり親っていうことが証明しましたよね。バレンシアガ先生の方で竹海さんに買ってもらっていましたバッグを。ずるー、めっちゃ可愛かった。似合ってたよ。ママはさ初でしょ？初です。うわすごい。今まで買ったハイブランドはシャネルとか、うんうん、
自分では買わないで自分で買ってはない、パパが買ってお土産で買ってきてくれた。うわお土産でシャネルっていうセレブズバテーマのやつじゃんそれ。そう完全にセレブズマ、セレブズマテーマのやつだよ、お土産でシャネルは。いいなあ、私もお土産でシャネルって言ってみたいなあ。ちょっときつねさん、お土産でシャネルだってよ。いやー、ラスベガスいかがでしたか。良かったですね。楽しかったね。これからは私たちが別になるんだよね。パパとママはラックス空港で先に日本に帰ります。私たちはあと2泊しますよね。やったー、わ、空港にもう着きました。はいや、ラスベガスって空港が町から近いよね、レイちゃん。めっちゃ近い。そう、ボストンもほんと10分15分ぐらいだったよね、空港まで。街中に工場があるってめっちゃいいよね。じゃあかなえさんもいい収穫があったということで、竹海さんもいい収穫がありましたよね。はい、靴下と靴を、靴下ってずっと言ってたのに靴まで買っちゃいました。そう私もちょっと後でご紹介しますけども、なんかいろいろやらかしております。ちょっとそれは後ほどロサンゼルスに着いてからご紹介したいと思います。はーい、今から帰ります。ラスベガスありがとう。レイちゃんありがとう。暑い、さよなら、ラスベガス。さよなら、ラスベガス。ピンピンピン、ピンクベリー。ピンピンピン、ピンクベリー。インエレー、帰ってきたよ。そして竹海さんとかなえさんもさよならして、悪ガキ3人組ホームアローンよ。ホームアローン行きましょうか、トカヤ君。やばいね、トカヤくん。やばいね。うん。夜ご飯を食ってないのにアイスを先に食べる。それはなぜならば閉店時間があるからです。急いでご飯を食べに行くよ。急いで。行くよ。美味しかったね。久々の日本食いかがでした？美味しかった。とりあえず今日は土曜日の夜だからもうすごいわけ。盛り上がっちゃってんのよ。でも金曜の方が多分盛り上がってるよ。あんまいなかった、裸男性が。パンツだけの人がいなかった。裸男性が、うん、そうなの。うん、この前の方が結構いたと思う。ニッキーミナージュも流しに流しまくって、流しに流しまくってたよ。でもほんとさ、人通りが少ないところはマジで気をつけてね。マジで変な人多いから、皆さん海外旅行の際は絶対に人通りが多いところを歩いてください。お願いします。じゃあ一旦ホテルに戻ります。はい、チェックインします。グッドモーニングエブリワン、トカゲくん。ちょっとね、昨日ラスベガスから LA に着いて、で私たちは疲れ果てて寝てしまって、締めを撮ってないってことに気がつきました。また締めがない動画っていうリストに入るところの動画でした、こちら。そういう感じで今日買い物の旅をしましょうね。はい、昨日竹海さんたちに何個かさ、うん、持って帰ってもらったじゃん。持って帰ってもらったの。だからスーツケースが結構スカスカになったから、うん、あれ昨日帰るよって寝落ちする前にさ、って寝落ちする前に言ったんだよね。うん、これいけるくない、いけるくないねみたいな。締め取らないで寝てたっていうことで、これで締めさせてください。はい。はい、ということで今日の動画見てくださってありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターのアプリで、まずそちらの方のフォローもよろしくお願いします。そしてグッドボタンもお願いします。はい、ということでまた皆さん次の動画でお会いしましょう。爆買い今から頑張ります。さようなら。トカゲくんでした。トカゲくんでした。レイちゃんでした。バイバーイ。爆買い魂。